まあ今日はいろんな話出てきましたね、しかし。そうだね。季節、それから、まあ地震もそうだしね。まあ食事関連もあるし。最近ほんとね、急に思い出したの。何ですか？その傘マッサージって。あ、はいはいはい。知ってる？いや、聞いたことないです。初めてですね。ほんと？一時期ね、レンゲを使って、こう、お顔のマッサージをするとかっていう、あとスプーンを使ってマッサージするとかっていうのが流行ったことあるのよ。ああ、スプーンはね、なんか聞き覚えありますね。ほんと？だけど、やっぱりちゃんとしたものの方がいいのかなと思って、で、前に持ってたやつもあるんだけど、なんだっけな、Tポイントだかなんだかが、毎回、あと何日でこのポイントがなくなりますっていうお知らせが来るのよ。あ、メールですか？そう、それがもうね、一週間もすると、あと何日、あと何日ってカウントダウンされるのよ。なもんで、千何百円以上になると、千何百円をなくすってすごいプレッシャーじゃん。ね、ただ、買うものがないのよ、そうなんですよ、そうなんですよ。ね、中途半端にさ、800ポイントとかって言われても、で、買うもんなくって、で、どうしようかな。何買おうかなって。で、ちょうど1600円ぐらいだったから、なんかないかなって探してたら、ポッて出てきたのが、そのカッサだったの。あ、はいはい。1個500円ぐらいの安いやつね。で、あ、じゃあこれでいいやと思って頼んだんだけど、それでこう、ポイントを使ってゼロにして、まあ送料かかるぐらいで買うんだけど、久しぶりにね、やっぱりこの、もやもやして寝れないっていうのもあったんで、マッサージしたわよ。いやー、まあね、リンパが流れが悪いのは分かってたけど、結構ゴリ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 するんで、ああ、やっぱり溜まってんだなーって言ってやってたの。だけど私は皮膚が薄いのよ。あら、あら、ね、皮膚が薄い上に血管弱いのよ。だから、内出血を起こして、毛細血管が耳詰まれるようになって出てきた。あれ？そんなに強くやってるわけじゃないのになって。血だらけよ。血だらけ。内出血的な意味ですか？そうそうそう。内出血を起こして、なんかね、足のところにこう雲が張ったような、なるじゃない、決して強くゴリゴリやったわけじゃないんだよ。だけど、なんかちょっと触っただけで、まあね、バーってなっちゃったから、ちょっと今やめたんだけど。あれ、リンパって、そのままやってます？うん、なんだっけ、今、マッサージオイルがなかったんで、液体のニベアを塗って、で、こう、スルスルに滑らせて軽くやるのよ。リンパを流すってね、バケツ開いてこうやって流してって。はい、だけど、皮膚の薄い人は、それだけで、内出血を起こすんだよね。どうしたらいいの、私。やっぱり普通のマッサージ屋にいた方が確実じゃないですか。みたいね。リンパはね。リンパのマッサージとかでも結構強くやりますもんね。やるときは、ちゃんとやんないとダメなんだけど、リンパの流すところって、デリケートだから、弱いところをやるから、割と決まってるみたいですね、動きみたいなね。流す方向みたいなのもね。そうそう、流すところが決まってるんで、それに従ってやったんだけどね、ちょっと久々にやったらね、なんか、内出血だわよって。あ、そうなんですね。そう、んな力入れてないんだけどなって。で、私、ハンドリフレクソロジストっていうのを持ってるから、リンパの流すやつまでは取らなかったんよ。で、それと同じようにやったんだけど、なんだかね、足とかね、内出血で、ぶどう色さ。いろいろなわけですね、これね。まあ、1日2日で治るけどね。私も孫の手で足の甲をマッサージしてたら、内出血で腫れてしまいましたって方がいらっしゃいますね。よかった。私だけじゃないんだね。やっぱり、あのね、あれだよ。
皮膚はね、気をつけた方がいいね。いやー、もう、あの加減がね、うん、なかなかわからないだろうしとかもありますよね。そう。で、マッサージオイルじゃないやつでやっちゃダメだね、やっぱりね。この、カッサーっていうのは結構あれですか、うん、結構流行ってるんですか。カッサーってね、本来、中国4000年の歴史の中での医療行為の中の一つで、うけつタイプの人が、うっ血した血液とか毒素を流すっていうマッサージなのよ。本来は、もっとガシガシやるの。で、溜まった血を流すとか、毒素を流すっていうやり方するんだけど、こっちへ入ってきてからは、とてもこう、優しく優しく流していくっていうのがあって、うん。ね、それ取ろうかなと思ったんだけど、認定証取らないじゃったのね。これね、今検索した結果なんですけども、うん、カッサープレートで検索すればわかりますかね。そうそうそう、カッサープレート、うん。カッサープレートでね、皆さん検索してみてください。マガタマみたいなね。あ、そうそうそう。形だったり、薄い感じのね、うん、ものだったりするのも、いろいろね、なんか種類的にはあるみたいですよ。そう。天然石でできてるやつの方がいいから、それを使ったんだけど、頭皮マッサージとかも全部できるんで。これね、うん、このものを今、検索して見てるんですけど、うん、これお風呂でやった方が良くないですか？みたい、そうそう。やっぱりそうでしょ？なんか風呂、湯船に使ってやるのが良さげな感じの雰囲気ありますよ、これ。そうそうそう。なんか湯船に使って、ちょっとね、うん、軽くやるのが良さそうだなって。軽くやって、なんかこう流していくのがいいんだけど、なんかね、ちょっと間違えたね。なるほど。ゴリゴリやったらね、まあ。興味ある方は皆さん検索してみてください。カッサープレートで検索するとね、いろんなの出てくると思います。画像検索すると結構いろいろ出てくるんでね、種類もいろいろあるんだなっていうのがわかると思います。はい。そんなにね、高いものを買わなくても、下手すると100均にも売ってるし、ただ、ちゃんとやろうと思ったら天然石で、できてるやつの方が、なんだろう、負担がないのでね、きちんとしたやつ使いましょうって感じだけど、別にそんなこだわらなくても何でもいい感じなんだよね。そうそう。で、疲労が溜まったり、肩こりとかってなってきたときに、時々ね、手近にある天然石でゴリゴリするんだけど、詰まってるときって、コスコスすると痛い。痛いですね。うん。で、流れてちゃんとなると痛くなる、ね。痛くなくなるんですね、あれね。そうそう。不思議ですよね。ね、老廃物がとか言いますけどね。そうそうそう、うん。なんかやっぱり詰まってたんだなっていうのがわかるのね。ね、うん。久々にマッサージした自分で。そういうのもちゃんと、ツボ的なのはある程度抑えたと、からやった方がいいですよね。そうね、うん。やっちゃいけないところもあるので、強くやっちゃいけないとか、うん、あとね、妊娠中の人はやっちゃダメで、マッサージ、ね。やっちゃダメらしいですよ。うん。うん、あと、病気がある人ね。名前言うとあれなんで、ちょっとしんどい病気がある人とか、血液関係の病気がある人は、やっちゃいけないっていうのもあるので、誰でも適用するわけじゃないんで。うん、まあ、今は本当にね、今日の放送でも言ってますけれども、うん、インターネットっていう文化がすごく広がってるので、うん、もう誰でも簡単にね、いろんなことを調べられるわけですよ。うん、で、多分、ツボとかなんかも、うん、結構いろんなところ、例えば、マッサージ屋さんだとか、うん、ハリキューやってるとことかが、なんか、ね、うん、結構ね、そういうとこで、自分のところの宣伝にもなるっていうのもあるんでしょうけれども、うん、結構ね、書いてくださってる方が結構いらっしゃるので、うん、そういうとこを見てとりあえず、こうやってやるといいよみたいなね、うん、ところを見てからやってみてくださいね。そうだね。自分で探して、こう、あ、ここだってわかるようになるまでは、本格的にじゃなくて、優しく撫で回すぐらいにしとかないと、そうですね、繰り返しが来たり、私みたいに青あざができたり、もう皮下出血を起こしたりするんで、その辺はね、やっぱり、うん、注意しながらやらないとダメだね。うんですね。
いや、嬉しくなっちゃって、ガリガリガリやったらね、ええ。やってるうちに毛細血管がボロボロになってくるっていうさ、もなっう、ちゃい気まをつすけけどるね。ね。はい。ということで、ミミちゃんがまた来てるっ大て騒ぎね、です。コメントも、結構書かれてますけれども、今日の立ち上がったり、この辺にて終了ではい、ござありいがとうごまざいます。す。あはい。ご視聴いただきありがとうございました。りがとうございます。それではまた来週。さよ来な週。ら。